皆さんおはようございます。どうも、玉山みーです。本日はですね、とあるところに飛びます飛びますって言ったらちょっとあれなんですけど、今はいつの Vlog になってるのか分かりませんが、なんと私この移動中に話すことかな今回星野リゾートのアマゾナに選ばれました。イエーイ。ということで今日は沖縄に、その CM 撮影しに沖縄に行きます。皆さん Vlog、2泊3日の旅、どうぞ楽しみ、どうぞ楽しんでてください。なんでこんなに硬いんやそして今日ね、スタッフ兼友達なんですけれども、ちょっとね現地合流ということで、私一人でここから沖縄に飛びます。はい、では皆さん最後までご覧ください。チャンネル登録どうぞよろしく。じゃあねー、 Let's go。無事沖縄に着きましてですね、まさかの、星野リゾートアンバサダーチームの車に乗れず荷物がちょっとね思ったより多くてですね、私たち花ちゃんと2人で、タクシーして今から1時間半の旅ですやばくない？やばい。1時間半タクシー乗ったことある？ない。終電とかなんか逃して、うん、たまに乗る人はいるけど。だってもう県またぐレベルじゃない？1時間半って結構遠い。遠いよな。と、いう感じなんで、1時間半さすがにずっと回すのはちょっと疲れますんで、皆さん次の映像で綺麗な星野リゾートが見えるはず。沖縄めっちゃ暑かった。そうだね。意外と。でも沖縄現在、本日の日付これです。で、最高気温26度です。暑すぎる。これ違う。ウィーチャポできる？うん。なんか足元だけでも入りたい。入りたいよね。うん、しかも沖縄の海って、なんかいや、わからん。私の推測でもよく聞かないけどさ、アトピーとか、その肌荒れとかが治るの。だから使っといた方がいい。それさ、我慢してでも使っといた方がいい。そうそうそう。だからちょっと足パチャぐらいはしたいな。うん、M5 沖縄セラガキ到着しました。到着しました。色一緒じゃん今思ったけど。着いた。さあご飯食べよう。やった。今から部屋に入ります。ではルームツアー行ってみよう。トゥル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 。トイレこんな感じ。あ、でもすげえ。なんかおー自動縦長なおしゃれ、めっちゃ綺麗。ここが何でしょう。わ、ドラム式洗濯機。プールとか全部ここ洗濯機できちゃうの。家族連れとかマジでいいし。で食器、うん、こんなグラスとかも全部マジで家だよね。うん、ここでなんかグラスがさ沖縄っぽいね。琉球って感じ。しかもこのシャープの新しい冷蔵庫ですね。そう、なんか家電が全部新しいんだよ。で料理できちゃうじゃんこれ。ほら加湿器、ゴミ箱。おお。めちゃくちゃ広いよ。すごいんだけど。やばい。これ2人なの？これ2人です。2人の部屋の広さじゃない。やばい。しかも外もやばい。
やばいよね。これ二人部屋だぜ。でかくでかくない？でかい。ここもそう、いいじゃん。めっちゃ。え、これすごいわ。しかも足元が低いからさ、これ。やばい。あのお子様止まりでも最高だね。足がないから。あ、すごい。閉まります。しかも、おお、あ、結構ね。あ、これガールズトークだね。ガールズトークできる。ガールズトークできるわ。え、2人だけではもったいないぐらい。さすが、ここね、女子旅がテーマだから。うん、これすごいわ。おお。で、こっちの部屋が。すごい。見てください。ダダダダダダーン。洗面台2個。湯浅のダイソンドライヤーです。2人で1個ずつで使えるね。使えますね。からの風呂が、あ、広いわ。でかい。あー、すごーい。すごいが。大きい。大きいね、めっちゃ。ゆっくりできる。ゆっくりできるわこれ。え、なんかドライヤーホテルでやるモーニングルーティンってやつ。あるよ。モーニングルーティンやったことないんだけど、そんな時間あるかな。まず。じゃあそんな感じでお部屋はこんなに広いでーす。よし、じゃあカフェ行こう。から撮影についていきたいと思います。みーちゃんのコーデをちょっと見てみましょう。あ、みーちゃん、たんたたたん、かわいい。私服です。お、全部私服で。今回はですね、オール私服です。なのでおしゃれを試される時が来たなと。今回皆さん結構柔らかい服が多かったから、普段ジャケットのとかパンツが多いけど、ふわふわ系にしてみました。今日のポイントはこれとこれの色の合わせ具合じゃないですか。こうこうこう、お、色が合ってる。合ってる。帽子に、ピアスに。面白いのがさ、花ちゃんとの差が20センチくらい縮んじゃうから、こうなってる。でかいの履いちゃったから私が今。ちなみに私の目線からメイちゃんを見るとこんな感じです。彼氏や。いってらっしゃい。あ、めっちゃいい。大丈夫か。めっちゃ可愛い。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあもう行きます。チェックオッケー。早い早い早い。チェックオッケー。チェック早かった。早かった。はい、オッケー、終わりました。じゃあこの後はいよいよ、そうです、撮影です。ワンシーン目、ここから撮影風景お楽しみください。なんかそのロビーの焚き火のシーンと、今から、ナイトプールと2つありますので、楽しみ。じゃあ衣装チェンジもある。はい、そうですね。不安。不安。あの、ミニさんの系統がちょっと違うんで、間に入れたい。いや、いいですよ、個性は大事。個性は最高なんだ。ちょっと外なんであんま大きい声で言えないんですけど、一応これでじゃあベグさんの撮影始めていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、スタート。こっちはですね、カバーイ。よーい、スタート。カバーイ。あ、いいじゃん。すごい。瓶が結構顔にかぶって暗くなっちゃうので、すごい、うん、ポーズいいので、これで、いろんな表情をチェンジというか、何枚か撮ってもらえればと思います。出てきた出てきた出てきた。見たいんだよね、みんな。前髪はね、暴れん坊だよね。
よーい、スタート。もうちょい取ります。あと2枚。はい、 OK です。ありがとうございます。一部終わりましたね。終わりました。で、この後はプールです。お、プールですよ皆さん。今もうお湯にも浸かったから暑くて暑くてなんですけど、温水プールなんです今から入るの。逆になんかこんなさ、大自然の中でナイトプールってした、私ナイトプールって人生で一回もないかも。ないね。楽しいよ。東京でできてナイトプール、ずっとちっちゃい時ずっと泳ぐし、ね、泳いで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 やったから。でも12月になっても外で、外でね、外でナイトプールできるっていうのはここしかないかもしれない、ね、いや本当にないと思うよ。しかもサウナあるからね、うん、サウナ入りたいもんね私、終わったら。確かに楽しみね。え、皆さん次も見てってください。はい、撮影第2弾ということで、お着替えしました。準備しましたよ。なんかちょっとすごいセクシーの。大丈夫 YouTube。 あ、ちょっと YouTube 大丈夫かしら。あの、別に決してグラビアではございません、うん、ホテルの CM です。ホテルの CM なんでね、あの TikTok さん結構厳しいということだったので、あのこの辺を映さずプールにこのまま、うん、このまま使うということで。ちなみにそのカーディガンは、あ、うん、なんとお世話になっておりますジェイサさんのカーディガンでございます。かわいい、かわいいよこれ、めっちゃ使い勝手いいです。長さも全然映り込んじゃう。ちょっと一瞬通っていいですか。全然大丈夫です。これかわいく、そうですよ、これ今日のために、あの、これ明るいとこがいいかな。あー、なんだこれ。実はリゾートでもあれば、ちょっとなんかクールも見せたかったので、ちょっとマグネットで光の加減で黒にも見えるけど青っていう感じを、ちょっとその2日3日前が T シャツの撮影があったので、ちょっとクールな感じでって言われたんで、ちょっとこんな風に混ぜました。超大にぎりてか、めっちゃ大きいよこれ。確から、じゃあこれどこに売ってますかって言われるから、概要欄に貼っておきますね、リンク。ありがとうございます。同じやつ女子皆さん。はい、メイクしていただき、ウェッティーな女になりましたけど、見えるかな、ちょっと、あ、ラインが、うん、目をつぶる、あ、そこ、わかる、わかる、うん、こんな感じ、くっきりと。すごくね、髪の毛もヘッドで、ウェッティーな、エイさん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 だ、エイさんって呼ばれる。よろしくお願いします。総長みたいに。ベッドベッドベッドになっていいですね。いいですね。あ、濡らしますね、やつか。ちょっと冷えたね。ちょっと夜になると寒くなってくるね。カーディガン着てて今どんな感じだろう。カーディガンでちょうどいいぐらいですけど、足はごっつ寒いですよ。汗出てるから。足はごっつ寒いから。アイスラテ、アイスラテ、アイスラテ、入り口で売ってた、夜から売ってるアイスラテ、ね、ちょっとあの、まさかの姉さんってもう呼ばれてる。確かに姉さんっぽい。お、映ってる。1、2、3、4人。いや、数えるに。すごい、すごい、見て見て見て。泣いてる。めっちゃ怖いじゃん。ドローン。並ぶ順番。魅力っぽい。ただもうほんと顔しか映んないから、まあ並ぶ順番で浮き輪をのカラーリングをした。ああ、並ぶ順番って、うん、あ、いいじゃん、これ星のこれとこれでこれで、
やだ、ナイスバディ本当に素敵なんだけど。じゃあそんなやろうかオッケーです。これぐらい弾いてると全然大丈夫だね。あ、いいじゃん、かっこいい。めちゃくちゃ流れそうですね。で、そのまま水が流れてっちゃうんですか。あ、下に受け皿みたいなのが流れるの。あ、でもそれ取れなくなっちゃう。あ、みーちゃんすごい、さすが。ナイアガラみたいな。ありがとうございます。オッケーです。ありがとうございます。これ、お返しこれと。すごい綺麗なクロールなんだけど。早いね。あ、これは今。あれ。はい、みーちゃん撮影終わり、お疲れ様。1日目終わりました。寒かった。どうでした？寒かった。あのね、すごいね、クロールがめっちゃ何回も見られてあの動画にも収めたので。嘘、マジで？後で。私泳いでるとこ見せたことないの。ちょっとちっちゃいかもしれないけど。本当？みんなこっちで、ちょっと顔を濡らさないようにこうやってクロールしてた。綺麗なクロールっていうあのね、浮き輪をこう、こうするために毎回取りに行って。そうです。ここでまさか本領発揮すると思ってなかった明日も皆さん、デイ2お楽しみに。本日の動画が良かった星野リゾートベブ5行きたいよって方は、ぜひとも皆様のグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで以上、玉山みーの撮影星野リゾートアンバサダー密着動画デイ1でした。また次の動画でお会いしましょう。ほなんの。